はいどうも、ヘビフロッグと申します。というわけで今回はある生物のサナギを紹介します。サナギというと蝶やカブトムシなんかを思い浮かべる人が多いはずです。ブニブニとした幼虫が葉っぱや土に移動して、そのまま動かずにサナギになって成虫になるまでほとんど動きませんよね。ただ今回紹介するサナギは動きます。しかも蝶々の幼虫のようにお尻を動かすだけではなくて、大きな顎を持って噛みついてきます。というわけでそれがどんな生物なのか観察していきましょう。というわけで早速開けます。オープン。こいつはヘビトンボという昆虫のサナギです。この前も幼虫を動画にしたんですが、幼虫がこの通りサナギになりました。ヘビトンボという名前ですが、ヘビでもトンボでもありません。ただトンボと同じように幼虫の時は水生昆虫で水の中で生活しています。いやーすごいですよね。この前の動画を見てもらったらわかるんですけど、幼虫とサナギがそこまで変わりません。しかもこの鋭い大きな顎も健在です。どのようにサナギになったかというと、僕は砂場と水たまりを作って、その水たまりの中に幼虫を入れていたんですよね。するとその幼虫が砂場に出てきて、砂の中でサナギになっていました。今は見えやすいように取り出して、この小さなカップの中に入れています。で、これが、その時脱皮した脱皮殻です。うわっ!サナギがビクッと動きましたね。サナギもこのように攻撃的です。脱皮殻はこんな感じですね。頭を突き破ってサナギが出てきました。こういう感じで頭の方がパックリと二つに割れています。お尻の方はシワクチャですね。まるでスーツを脱いだ後のようです。先ほども言った通り、このヘビトンボのサナギ、サナギのくせに幼虫と同じで凶暴です。それではこのピンセットでつついてみましょう。ツン、うお。ツン、うお。ツン、うお。威嚇してます。ほら、うお。今、ピンセットを噛みつこうとしましたね。顎が幼虫の時と同じで、でかいので、噛まれたら、ひとたまりもなさそうですね。これだけ凶暴だと、外敵の多い陸地でも、十分反撃することができます。しかも、一説によれば、反撃するだけではなくて、近くにいる仲間も噛み殺してしまう習性があると言われています。サナギといえばじーっとして動かないイメージがありますが、こいつは余裕で噛みついてくるんですよね。というわけでね、今回はこのヘビトンボのサナギが本当に噛みついてくるのか自分の指で確かめてみます。やはりこういうのは自分の体で本当に噛みつくのかどうか調べるべきです。というわけで実際に噛まれてみます。あぶねえ。噛まれるとこだった。見てください、この鋭い顎。こんなのに噛まれたら、ひとたまりもありません。ふっ!あぶねえ。うお。うお。ほら。無理やり噛ませたら噛んできました。クワガタのようにずーっと挟み続けるわけではなくて、一瞬だけカプッと噛みついてきました。そこそこ力が強くてチクッとしましたね。ただそこまで威力はありません。こうやってね、顎の方に手を近づけると噛んできます。元気に動くことができますね。これだけ動けると移動するのも容易です。そろそろ乾燥しそうですので、元の場所に戻してあげましょう。ちなみに普通の幼虫がこいつです。こいつもいずれあのようにサナギになります。はい、というわけで今回はヘビトンボのサナギを紹介しました。トンボはサナギにならずにヤゴが成虫になるんですが、このヘビトンボはあのような感じでサナギになるんですよね。一説によるとサナギになる昆虫とサナギにならない昆虫の
境目に位置する昆虫と言われています。進化の中間にいる昆虫と考えるとかなり面白いですよね。というわけで皆さんも昆虫に挟まれるのが好きなド M な方はぜひ挟まれてみてはどうでしょうか。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。